正光2月15日から1962年4月20日は日本の内務、警察官僚、幹線山梨県知事、福島県立組柳川町元陣内で、科海、安岡正紀の次男として生まれる。柳川小学校、福島中学校を経て、第一高等学校を卒業。1918年10月、高等試験に合格。 1919年、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。同年7月に内務省に入省し内務属、会計課勤務となるが休職となり、同年12月に一年志願兵として、全通辞不評第43連隊に入隊し、現役満期後に再び内務属となった。以後、1921年4月に長崎県警市、 同年十二月神奈川県警九百二十三年四月に愛媛県理事官となり、九百二十五年五月に兵庫県に転じ、展九百二十九年七月、岡山県書記官学務部長、九百三十一年一月、長崎県書記官学務部長、同年十二月千葉県書記官警察部長、九百三十二年八月、京都府書記官 警察部長、1935年1月、広島県証機関、総務部長、1937年7月、兵庫県証機関、総務部長、1939年4月、神奈川県証機関、総務部長などを歴任。1940年1月19日、山梨県知事に就任。体育省令、学校教員、警察官の待遇改善。 体制翼産会県支部組織などに尽力。1941年1月7日、伊賀面本館となり退官した。その後、千葉市松並町に住み、帝都高速度交通営団幹事、東京商工経済会理事、関東地方厚生保護委員などを務めた。ありがとうございます。